シーズンも大詰めとなり、注目されるのが個人タイトルの行方。中でもセリーブの最多安打のタイトル争いが熾烈、熾烈を極めています。3日課の試合前時点でトップに立つのが161安打のヤクルト長岡秀樹選手。2位は阪神の近本光司選手で159安打、3位は157安打の広島・秋山翔吾選手と続きます。 注目はプロ5年目で自身初の打撃タイトルがかかる長岡選手。22年にレギュラーを獲得するも、直近2年は打率は2割台前半とバッティングに苦しむシーズンを送っていました。しかし今季は8月に月間打率、384をマークするなど、打撃が開花。現在、3試合連続でマルチヒット中と好調を維持しています。21年の最多安打。 178本、金本選手と216本のシーズン安打記録を持つ秋山翔吾選手の追走を振り切り、初の打撃タイトル獲得なる亀が離せません。